ばいな。普通に楽しみ。ございます。今日は4月26日なんですけど、美味しいうどん屋さんができるって聞いたんで、今リバプールストリート駅のとこで友達と会って今向かってんすけど、11時オープンみたいで10時から並ぼうと思ってさっき行ってます。ちょっとめっちゃ好きなとこなんでちょっと楽しみです。あった、丸亀。マジで楽しみ。てか誰も並んでへんし、早起きすぎた。並ぶかな思ったから来たけど早起きすぎた。で、めっちゃ嬉しいって。ちょっと早く来すぎたんでカフェでゆっくりします。タクシー、茶みたいなコーヒーや。よっしゃ行くで。うどん、うん、うどん、うん、うどん。そうね。いやマジでうどん久しぶりやから嬉しい。Yo women, women。食いに行こうや。食いに行こうや。食いに行こうや。どこや。腹減った。ずっとバイト帰り食ってたからマジで懐かしい。11時からやと思ったら12時からやったんで、とりあえず今あのマーケットとか適当に時間潰せるとこ来てます。もう何も空いてないんですよねこの時間。まあとりあえず1時間適当に時間潰します。ゾウがめっちゃおる。まあとりあえず飽きそうなんで今から向かいます、丸亀に。戻ってきたらバカ並んでた。余裕深くすぎたな。 I don't think soShall we just go? It didn't tell it before. Like last time I checked it, it didn't tell us. でも来たんすけど、めっちゃ並んでるんですよね。バカ長い。来ますか。お腹すいた。30分ぐらい待ってるんですけど、こんな感じですね。まだまだ長い。長いな。丸亀。丸亀。腹減った。腹減った。なんか5000食分が無料らしくて、やめい。5000食分が無料らしくて、なんかそれとなんかちゃうやつ食べようかなと思ってるんですけど、早く食べたいです。お腹すきましたね。メニュー、これ肉玉マジうまそう。Several months later。 やばやばいな。楽しみ。Yeah. What should we get? どうしよう。え、これやん。
丸亀製麺のあるある。このプレートやんな。I have to grab the place first. Can I have one coffee and one beef tikka? One and a half, yeah, please. How's that supposed to be?あるある、え、じゃあ聞いてみたら今あげてくれてんさ、やばいって、おむすびもあるやん、普通に嬉しいねんけど、かき揚げもあった。食べるで。いただきます。チェックイン。Is it good? Delicious.前は日本と一緒、ちょうど食べ終わって美味しかったっす、合わせ美味しい、いや、めっちゃ並んでましたけど、でもなんか回転早かったんで結構良かったっす、ちょっと見せれたいと思います、いいよ、美味しかったな、行こうか、次、まあ、ご飯食べ終わってアティカっていう古着屋さんに来てるんですけど、めっちゃ広いんですよね、これ地下もあって結構広いです、自分あんまり古着着ないですけど、たくさんあります、ここに入ってる、とりあえず時間があるんで卓球しに行きます、今からなんかホルボーンに卓球のスペースがあるんでそこに遊びに行きます、それで多分最後やと思います、ではバウンス来ました、前一回来たんですけど楽しかったんで今日みんなで来ました、おい、
たくそすぎん。ちょっと、はあ、おもろかったな。おもろかったな。暑いわ。暑い。It's a bit hot。遊んでこの明るさは最高。モイスト。いや。とりあえず晩ご飯も食べて、一日充実した一日でした。ちょっと遊びすぎたんで、また明日からね気合い入れて。たら猫がいたんすよ。こんなところやろ。まあとりあえず明日からまた学校の課題と仕事両方やっていこうかなって感じです。なんでこれぐらいで今日は終わりたいと思います。では、あ、そうそう、なんかまたその質問とかなんかしてほしいもの、してほしいこととかまたあれば全然コメントくださったらできますし、あとサブスクライブといいね押してもらったらまたモチベになると思うんで、もしよかったらお願いします。では